さん、はい、タク寿司からお届け、札幌ジーンズ館。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはタク代表の渡辺拓也さんです。渡辺拓也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、普段タクで行ってるんですよね。そうですね。はい、はい、お忙しい中取材のお時間をいただきました。じゃあですね、改めまして、はい、タクさんから新年のご挨拶を一言いただけますでしょうか。はいはい、札幌人図鑑をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろお世話になりました。今年もまたよろしくお願いいたします。タクさんといえば丸山タク、はい、私先日伺いましたけれども、はい、あの住宅街の中にね、はい、こっそりあるような感じの、はいね、お店で、はい、おしゃれですよね。そうです、ね、はい、あそこが1号店になるんですよね。そうです。もともとは、谷小路の2丁目で、うん、タク南2条店っていうのが一番最初なんですけど、はい、そこはもう勤めたスタッフにもう譲ってたんで、今はやっぱり宅丸山が僕の原点ですね、うん、はい、そこから何号店の順番にお店どういうふうになってるんですか。この時宅丸山行って宅寿司を出して、はい、でその後に、サウという丸山に、はい、バーですね。そうですね、でその後に、黒麦という黒麦、はい、お蕎麦屋さんですね。お蕎麦屋さん、はい、4店舗ありますね。今ですね、私たちはですね、宅寿司さんの奥のビップルームから撮影させていただいているんですけど、ちょうど今仕込みタイムということ で、ね、いろんな音が入ってくるかと思いますけど、はいはい、気にしないでたくさん行きたいと思います、はいはい、それでは早速今日もですね、3つのキーワードで伺っていきたいと思います、はい、今日ご用意いたしました3つのキーワードこちらになります。じゃん、じゃん。トラディショナルな街で日本のトラディショナルを絶対パリでやるべきだと言われて僕にしか伝えられないこと。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、パリのお店のお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、ジンっていう名前ですもんね。はい、そうです。なんでジンにしたの？タクじゃないですか。ジンは、僕が向こうでやってるお店の、パートナーの、うん、あ、はい、そうなんですか。あ、後ほどこれちらっと出てくるかと思います、はいはい、そのパートナーの彼女の、名前の一文字を取ってジンっていう名前で人弁だから。そうです。で人に、はい、魚と酒をお酒とっていうコンセプトなんですね、うん、はい、名刺、そうだそうだ、そういうふうになってましたね、はい。ジンのあるお店の、まあ、場所というかどんなところにあるんですか、ジンは。ジンは、パリでいうとパリの、一区なんですよね、うん、で、まあ、ルーブル美術館ですとか、うん、まあ、チュイリー公園ですとか、うん、まあ、オペラ座も近いですし、はい、まあ、一応そのサントノレという、まあ、パリのそのまあ、ブティック街というか、うん、はい、一等地ですよね。そうですね、まあ、一区であの場所だと。そうですね、ちょっとステレオタイプな質問でなんですけれども、はいはい、パリの人相手にどんなメニューを出してるのというところですよ。あ、はい、うん、イメージするのはやっぱり向こうの人に合わせて、はい、日本人が見た時にこんなのお寿司じゃないよねっていうのが、はいはいはい、並んでるイメージがあるじゃないですか。あ、そうですね、うん、はいはい、どんな感じでされてるの。いや、もう向こうでもまあこっちと同じ札幌のお店と同じようにまあお任せ一本で。お任せ一本なんだって、はい、アルカルトとかもね、最初ちょっと考えたんですけど、うん、やっぱりこう自分をやるべきことがやっぱりこう一番表現できるのがやっぱりそのお任せのコースですし、まあ、ストーリーがありますもんね。そうですね、お任せってね。そうですね、うん、で、まあ、そこにこう日本酒も合わせて出したりとかしてるんで、はい、はい、うん、私実は今回タクさんが札幌に帰られたきっかけでジンのコースをね食べられる日っていうのが3日間でしたっけ。はい、そうですね、ね、はい、ありまして、はい、その初日に伺いましたが、うん、美味しかったよタクさん。もう最初の、はい、なんだろう、あの特別なキャビアがあったんですよ、はい、もうこれは清水の舞台から飛び降りるつもりで食べるかって言って、はい、食べたんですけど、はい、きっともう一生食べられないかもしれないってぐらいの食べたことないキャビアでした。そうですね、あれは今あと実際 JAL のパリ東京間の、うん、ファーストクラスでも使われてるキャビアなんで、はい、ものすごかったですね。はい、あれはもう本当に、うん、まあ、お寿司に合うっていうか和食にも合う、まあ、知り合いのシェフも使ってて、はい、まあ、その彼も
同じ北海道出身で、うん、パリでこうレストランやられてるフレンチのシェフなんですけど、うん、まあ、その彼がこう紹介してくれて、はいはい、こうやったら和食にも合うと思うんで寿司にも合うと思うんでって紹介してくれて、それをまあ使ってます。はい、はい、トロットロのキャビアがトロットロのあれなんだ、マグロ、ね、あれはもう大間のマグロを、はいはい、あの細かく叩いて、はい、タルタル状にしたものにキャビアを合わせてます。うもう本当にびっくりする美味しさでしたけれども、うん、もうそこから始まってもう本当コースでね、はい、あの美味しくいただきました。あのどうなんだろう、あれを、はい、例えばパリで食べたら同じコースをね、はい、今回私いただきましたけど、はい、パリで食べたらお値段が何倍ぐらいに上がるんだろうとこう想像するわけですよ。はい、うん、そう、まあ今ちょっとあの円安なんで、はい、ちょっと日本ユーロがちょっとで日本円がちょっと大変ですけど、うん、まあ、うん、と今はジンのコース、お任せコースは、135ユーロです。はい、日本で言うと2万、日本で言うと、そうですね、まあ、7000円、そうです、キャビアエクストラを一応40ユーロいただいてるんで、はいはい、それが入って175ユーロなんで、うん、あとまあ2万6000円ぐらいですかね、うん、今のレートでいくと。はい、はい、パリのですよ、星付きのお寿司屋さんなんで、私ぶっちゃけ言うと今この値段をわざわざ聞いたのはね、はい、もっとすごい高いと思ったの。あ、はい、もっとすっごく高くて、はい、だってそんなもう一等地で星付いたお寿司屋さんで、はい、だからなんならもう一つゼロがつくぐらいかと思って今聞きました。はいはいはい、違うんです、はい、食材と真摯に向き合って、はい、でまあこうまあ、確かに日本食で、まあ、しかもこうミシュランの星とかいただいてると、うん、正直もうちょっと、ね、うん、値段を取っても取れると、あの値段を上げてもいいんじゃないっても言われますし、はい、まあ、実際日本食でもっと値段を取ってるところもあるんですけど、はい、まあ、やっぱりその辺もその別にパリでやってるからとか、うんうん、なんかそういうのはちょっと違うというか、うん、まあ、やっぱりその土地のやっぱり相場があって、うん、値段があって、はい、その魚の価格、野菜の価格があって、まあ、それを普通にこう仕入れて、日本と同じようにやっぱり、まあ、原価率とかちゃんとこう守りながら、うん、はい、でまあ、こう値段というよりやっぱりもう今パリでやっぱり中身というかやっぱりね、コストパフォーマンスというか、うん、そこの部分をやっぱり大事にするべきだと思うんで飲食店は、はい、はい、だからもううちはそうですね、原価率も、まあ、まあかけてるものはものすごいかけてますけど、はい、今回のキャビアとかはもう本当に、あの原価提供なんで、はいはい、とかはありますけど、はい、まあそれはまあ日本でやってもパリでやっても、まあその日の仕入れに応じてやっぱりこう調整するのがやっぱり僕らの仕事だと思うんで、うん、はい、そこも私ね、パリの方好印象だと思うそうですね、むしろレストランはパリのレストランの方はやっぱり頑張ってやってますよね。あ、そうなんですか。そうです、星付きの、まあ、一つ星の星付きのレストランでもやっぱりランチ、うん、もう本当に、まあ、昼専用 の, そのコースでも、うん、はい、やっぱり安い、まあ、40ユーロとか50ユーロで普通に食べれるんで、はい、夜でも高いとこでも100ユーロしないですからね。日本とか札幌とかでもやっぱり1万以上取る店あるけど、はい、そこの店とかと比べてもやっぱりこうコストパフォーマンスはね高いですよね。はい、パリっ子は舌も肥えてるから、その辺のコスパとかも次に行くかどうかっていうのは大きいですよね。むしろそのもうそこにまあ、うちもそうですけど、そこに妥協できないですよね、その値段に、うん、これは高いから使えないとか、ああなんかこうそういうところに妥協して、なんかもうそこがそこを気にしないでやってるっていうレストランの方が多分多いと思います。あのね、素朴な疑問なんですけど、お寿司屋さんって向こうのお魚を使うんですか。はい、そうです、向こうのお魚を使うんだ。そう、もううちはもう 100%、 あ、はい、まあ、もちろんそのヨーロッパ全域から取り寄せるんで、はい、全てがこうフランス産のものではないですけど、まあ、マグロだったらあのスペインの方から取りますし、ウニは今はアイスランド、はい、あとエビとかはうちは最近は北欧の方ですね。うん、はい、そうなんですね。そう、でも基本的にはブルターニュが多いですね。あ、はい、フランスの北部の、はい、ブルターニュが多いです。どうですか、向こうのお魚はちょっと勝手が違うとか。うん、まあ、魚にどうなんだろう、うん、魚に限らずやっぱりこうね、味が濃いものが多くて、こう余韻を、うん、食べた時のこの余韻をやっぱり引っ張るものがすごい多いんですよね。それはもう魚に限らず肉にしてもそうですし、だからまあそういうものの魚のこう旨味をこういかにこう引き出せるか、はいはい、でまあ味もやっぱり当然濃いんで、一応日本の
こっちのシアと同じ酢を使ってやってるんですけど、はい、やっぱりこうその魚に合わせたこう、うん、酢の割合ですとか負けないそうですね、塩の感じとかをこう変えてやってってるんで、またこっちの日本の寿司とは違うんですけど、うん、まあ、自分で言うのもあれですけど、やっぱりたまにこう握って食べたりとかしても、はい、向こうの魚でこう使ってうちの僕の赤酢で出す寿司ってもう本当にもう本当に美味しいんですよね、はい、食べてみたい、はい、そうなんですって。なので向こうの本当にトラディショナルな街で、はい、なんで私みたいに本当ステレオタイプでなんですけど、カリフォルニアロールみたいなの出してじゃなくてちゃんとした日本のトラディショナルのお寿司を出して、はい、そして星を取ったというのがですよ、はい、本当に素晴らしいなと思いました。 ありがとうございます。そんなタクさんでございますけれども、じゃあパリにお店を出すようになったきっかけのところも含めてですね、はい、2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらになります、じゃん。